これが私に与えられた旅の果て。ここは本当にエルサレム王国なんでしょうか。予想以上にまずい状況のようだね。我らが聖都キャメロットは完全完璧なる純白の千年王国。なぜ我が命を果たさぬ、ベディビエール。私は焼き付いて騎士王よ、今の円卓は間違っている。何としても王を止めなければ。放浪の君よ、罪人の願いを叶えよう。泣き疲れて崩れ落ちて、やっと手にした結末、許さないで。なんとも立派な騎士道だな。いい加減一人で背負うのはやめたらどうだ。世界の土台が滅ぶとも我が王国は不滅。我々は人類存続への道を模索しているに過ぎない。私、円卓の人たちを心から憎いと思えないんです。あの方は偉大な王でした。ベリーは戦えるの？だからこそ私が止めるほかありません。